疲れ様です。コケマルです。今日はまるでおもちゃかなと思われるぐらいツヤツヤのあのクワガタです。このチャンネルではめっちゃ昆虫が出てきますので、苦手な方は閲覧をお控えください。ほな、いくでー。はい、ということで本日はタランドゥースオオツヤクワガタを標本にしていきたいと思います。こちらですね。お、これはおもちゃでした。はい、こちらが本物のタランドゥースオオツヤクワガタです。どうですか、まるでおもちゃのようにツヤツヤのこのクワガタなんですけども、結構高額な種なんですよね。今日はこのレアクワガタ、タランドゥースオオツヤクワガタを希少タイプの標本に仕上げたいと思います。このクワガタはアフリカに住んでいて、オオツヤクワガタ属に分類されるクワガタムシなんですけども、アフリカ最大のクワガタとしても有名ですよね。横幅もしっかりあって重厚感のあるこのクワガタなんですけども、このツヤ感は実はメスにもあります。はい、こちらがメスになるんですけども、メスもツヤツヤですね。腹の部分もツヤツヤです。これまで長い間飼育がとても難しいクワガタとして知られてきたんですけれども、近年では瓦材などで割と飼育がやりやすくなってきたというふうに聞いています。とはいえまだまだ高額の種類のクワガタとなってますので、本日もやっていくのが楽しみですね。そしてこのタランドゥースオオツヤクワガタのもう一つの特徴が、この頭部と胸部の間をこすり合わせて携帯電話のバイブレーションのような音を鳴らすんですよ。手で握っているとブーンブーンと、まるでメールが来たかのような感覚に陥ります。本日もやっていくのが楽しみですね。このチャンネルが面白そうだと思っていただけましたら、チャンネル登録と、そしていいねボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。GO! すごいツヤツヤですよね。ニスを塗ったかのようなフォルムでございます。今日も軟化からやっていきたいと思います。はい、こちら80度ぐらいのお湯を用意してますので、この中にゆっくりと使っていただいて体をふやかしていただきましょう。では投入。上からティッシュをかぶせてあげると体に十分お湯が回りやすくなります。では今から10分ほど待ちたいと思いますので、その間に作業道具の説明に入りましょう。はい、では待ち時間の間に今日使っていく作業道具の説明からいきたいと思います。こちら土台に使う発泡スチロールですね。そして形を整えていくための昆虫針、細かい部分の作業にはピンセットを使います。では水を拭き取ってあげたりとか、羽を出したりとかする場合はこのティッシュで水分を拭き取ってあげたりとかを行います。そして接着剤とカッターなんですけれども、一部ね、この土台だけで足りない部分が出てきたりとかするときに、他の発泡スチロールを切り取って貼り付けたりなどという風な形で使ったりをいたしましょう。それではもう少し待ってから作業に入っていきましょう。はい、お湯からあげました。しっかりとね、水分を拭いてあげましょう。水分がしっかりと拭き取れましたら、マッサージをするように手足を手動で柔らかくしていってあげます。このように手足を柔らかくしていってあげましょう。クワガタは空を飛ぼうとするときに前足と中足を横向きに重ねるように開けるんですよね。今回は飛翔型を作っていくのでね、ここの中足の軟化と前足の軟化は入念に行っておきましょうね。触覚もね、この時に出しておいてあげましょう。これなんやろ、これなんでしょうね。見えますかね、この左目の下の部分、何か気泡みたいなものができています。こっちにはないですね。こっちにはある。これなんでしょうか。わかる方いたらぜひコメント欄にお願いします。はい、それでは軟化が終わりましたので、転足作業に入っていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。転足、失礼します。はい、ではまず飛翔型を作っていく時には、この硬い羽の間に隙間を空けて上羽から開いてあげる必要があるんですよね。羽と羽の間に隙間を空けてあげるためには、まずはピンセットで隙間を作ってあげたいと思います。少し下から入れてあげてクリッと隙間を空けてあげます。ではやっていきます。少し隙間ができましたね。わかりますか。はい、ここまで隙間ができましたら、爪を少し入れてこのように開けると、ちちょっと見えにくかったですね、すみません。こんな形で開けますと、反対側についてはこのお腹部分をもう片方の指で押さえて斜め上に上げてあげるようなイメージですね。はい、こんな感じです。正面から見たらこんな感じになります。この個体を開いたままで整ってくれてるのでやりやすいんですけれども、中には一回開いてもすぐに閉じてしまってまたパカッとね形にはまり込んでしまったりとかする個体もあるので、一度開いたら閉じないように手でこのように押さえてあげながら作業することもあります。次は内側の羽を開いてあげましょう。はい、開きました。先ほどお湯につけていたので濡れている部分をこのようにして拭き取ってあげましょう。反対側も同様に行います。ではですね、こちらの土台に固定を行って転足という流れでやっていきましょう。土台に固定するときは1本だけですね、体に穴を開けてあげる必要があるんですね。穴を開ける部分は胸のこの部分ですね。ここに穴を開けてあげます。そしてこの穴を開けるポイントとしては、まっすぐ刺すのではなくて少し斜めにこのような角度で刺してあげることを意識しましょう。はい、貫通しました。固定なんですけれども、この時クワガタのお尻が下がっているような形で針を刺します。少し高さが足りなかったのでね、発泡スチロールを足します。はい、発泡スチロールを足してここに刺していきましょう。こんな感じですね。頭がグラグラですので、これを支えてあげる柱も作ってあげましょうか。発泡スチロールをカットしまして、適当な高さにカットをして支えてあげると。切ってもいいですし割ってもいいと思います。こんなぐらいですかね。接着剤でひっつける前に触覚を出してあげることはマストなんですけども、他にもね細かいパーツが隠れていないかありますね。内側の触覚のようなものですよね。これを出してあげないと。今左側だけ出ましたね。はい、見えますかね。これを右側も出してあげましょう。はい、右側も少し出ましたね。もう少し引っ張ってあげましょうかね。はい、だいぶ出てきました。このようにして角度を合わせてあげます。はい、では固定の続きを行います。体の側面に何本か針を打ってあげてですね、まずは横ずれをしないようにしてあげます。こんな感じ。はい、そして先ほど作ったこの土台もですね、頭にフィッと留めてあげたいと思います。接着剤で留めます。この柱はですね、触覚などを整えるときにここに刺したりとかしてね使えることもあるんですよ。はい、ではね触覚から整えていってあげましょう。はい、そして前足中足の転足を針で行っていきたいんですけども、こちら見ていただけますと真横から見た時に針の長さが足りないんですよね。なのでこの辺付近に発泡スチロールの土台を足します。適当にカットしたもので大丈夫です。この辺に貼り付けて行ってあげましょう。はい、土台を足して高さが出たのでね、ここに針を刺せばこの上の足にも届くということですね。やっていきます。少し長い早送り再生ですが、作業工程をお楽しみください。かなりね横向きに足を開いているのが分かりますかね。爪はまあこんなもんでいいでしょう。次真ん中の足ですね。これもここに沿わせるように持ってくるんですよ。この針とこの針がクロスの関係になってますね。この上の部分をこう押さえてあげることによって、このクロスの接している部分が上になります。これを上に上げて足を持ち上げるということを今からやります。ご覧ください。クロスを押さえつけて足を持ち上げる。もう一度やります。クロスをこのように使って足を持ち上げる。わかりますかね。これは針をググググッと刺しながら調整を行います。いい形ですね。これがクワガタの飛んでいる時の綺麗な足の形になります。爪の方向だけ少し変えます。はい、これで、全部の足が整いましたので、羽ですね。いよいよこれで終了じゃないんですよ。上羽をもう少し上げてあげたい。そして、中羽はですね、ちょっとねこう持ち上げてあげるような感じ、このように転写してあげると美しいんですよね。今このように下がっているので、これを上げてあげるようなイメージではやっていきます。よし、タランドゥスオオツヤクワガタの飛翔標本完成。はい、お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうか。やっぱりね、タランドゥスオオツヤクワガタともなると、かなり迫力がありましたよね。今回扱った個体、60ミリなので、大きさとしてはそこまでではないんですけれども、付設などが全て揃っている完品の個体なんです。ちゃんと愛情を込めて育てられて、寿命で亡くなった個体にもかかわらず、完品でお届けできるというのはかなりレアだと思います。今回とても価値の高い個体を扱わせていただきました。ここまで見ていただいたあなただけにお得なお知らせをしたいと思います。ここからは昆虫標本の販売についてのお話をしますので、ご興味のない方はここまでで動画を閉じていただいて大丈夫です。普段僕はインスタグラムで昆虫標本のお写真を紹介しまして、 DM をいただいたら販売をするという形態を取らせていただいております。今回のタランドゥスオオツヤクワガタの飛翔型標本につきましても、インスタグラムで販売予定でございます。今回全く付設掛けなどがない完品の個体だったので、このような形の展示で14,000円を予定しています。個体サイズは 60mm ですね。普段はプレゼント用ですなどの言葉には弱かったりして、値引きで販売をしたりっていうこともあるんですけれども、今回ここまで見ていただいたあなただけにですね、動画クーポンという形でお得なご案内ができればというふうに思います。今回のこの作品の完成予定が9月中頃から10月頭ぐらいになるかと思います。それまでに購入予約という形にさせていただきまして、動画クーポン発動価格で10,000円ぽっきりでやらせていただきたいと思います。お求めの方法なんですけれども、概要欄に載ってますインスタグラムのアカウントの方から直接メッセージをいただけましたら、先着順という形にはなるんですが、予約完了という形でお受けさせていただきたいと思っております。普段イベントなどで販売する価格よりも今回下げてのお出しですので、かなりお得にお買い求めいただけるかと思っております。もう一度申し上げます。通常価格14,000円のところ、この動画を見たという DM をいただけましたら10,000円ぽっきりでお譲りをしたいと思っておりますので、ご連絡いただければと思います。ご質問だけでも OK ですのでね、お気軽にご連絡いただけますと幸いでございます。ということで今回の動画は以上になるんですけれども、この動画面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とそしていいねボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは長らくご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。皆さんありがとうございます。こけまるです。昆虫標本制作、承っております。詳細は概要欄からどうぞ。